悪魔のバターカリカリ大学芋を作っていきます。洗ったさつまいも1本の上下を落とし 1.5 センチ幅ぐらいの棒状にカット。サラダ油大さじ3でさつまいもに串がスッと通るまで揚げ焼き。砂糖大さじ4、みりん大さじ2を混ぜたら煮詰めて色づいたら火を止め、さつまいもと絡めます。クッキングシートに間隔を空けて並べたら冷蔵庫で冷まし、バターを添えて完成。